ましょう、奈々チャンネル。今回も市川保育士とスピーディースピードボーイスピーディーで、はい、お送りしていこうと思うんですけどね、はい、2020年ね、どん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 やっぱりいろんなことにチャレンジしていきたい、うん、もっと今までもうチャレンジしてきたけど、おならでね、はい、もっとよ。ってことで今回はね、ギネス記録にチャレンジしていこうと思っております。ギネス記録、おならだよ、はい、おならのね、ギネス記録調べました。いろんなジャンルがあった、おならの中でも。回数、何秒間に何回こけるかとか、いろいろあるんですけど、僕が今日チャレンジするのは、おならの音量。音量。音量には僕自信があるんですよ。はいはいはい。音の大きさ、はいはい、おならの大きさ、はいはい。自信があるんで、これでギネス記録に挑戦したいと思うんですけど、ちなみにどれぐらいだと思う？いや、全く想像つかないですね。デシベルでね、まあ言ったらあの音の大きさなんで測ってるんですけど、はい、おならの世界記録、まあ、ギネス記録110デシベル。110ってどれぐらいなの？これのピンとこないでしょ、はい、100デシベルで電車の高架下にいるようなイメージです。電車の高架下、あ、カタン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 ってあの音のあの真下で100デシベルぐらい、はい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 、はい、だからもう会話無理でしょ、うん、聞こえないですよね。それよりも上です。はいはいはい。110っていうと、目の前で雷が落ちたぐらいの音です。バキバキバキ、うんうん、あれで110ぐらい。あれ110なんですね。ちょっと今日はね、はい、あの携帯でね、デシベルが、あ、音の大きさが測れるアプリがあったので、はい、それで挑戦したいなと。あくまでだから非公認というか非公式やけど、今日でね110デシベルを近づく、もしくはこれ超えるようなことがあれば、この、まあ、携帯のアプリですけど、ちょっとやってみようよ、本当に。チャレンジしたい。申請。はいはいはい。ちょっと一回どう？このアプリで、大きな声で俺今から。そうですね、まずは声でちょっと測定して。それがどれぐらいのデシベルなのか。いきます。うん。うん。今ので103ですね。103、今のでうなり声で結構いきましたね。あれでも103結構うなったよ。もう一回やってみようか。ちょっとおお、今ので109ですね。これおならで今のいける？今のがだからそのギネス記録ぐらいのおならの大きさってことですよね。いける今の。これおならはちょっと無理じゃないですか。ちょっとやってみようか。もういけますか。うん、じゃあ早速行こう。ちょっと何とかチャレンジして。いつでもじゃあこっちは。いいよ。行くよ。さあどうだ？出たか？102デシベルです。いってるよ結構これ。おい、来ましたね。これいってるよ。これちょっと見えたんじゃないですか。みんなびっくりしたでしょ。ちょっとそうですね、行きました、ね、相当大きかったでしょ。102デシベル行きましたね。音どう？あんな音なら聞いたことある？いや、ないっすね。だって、聞きました。ブワッ、この最後の勢いまくり上げましたね。こっちももう出てもいいって気持ちやってるから。それなんかルールであるんですかね、出ちゃダメみたいな。そう、ダメでしょ。おならだけは。やっぱりスマートな綺麗な記録だから、なんかいけそうな気がするな。見えましたね。またね、うん、思うんですけど、なんか癖みたいなのもあるのよ、その測り方の。おそらくはい、大声コンテストとかあるやん。だから叫んだ方がいいのとか、伸びやかな方がいいとか、コツみたいな。そうそうそう、そういうのもあると思うんですよ。なるほど。今ので100にいいか。もっと前半から大きい方がいいんじゃないかな。いきなりちょっといい、うん、今日調子いいよ。いいでしょ。今のは開かなくていいですか。ちょっと待ってよ。俺が OK って言ったら、じゃあかしこまりました。
今ので99でしたね。よかったけどね。そうですね、今なんか勢い的には今の方がいったかなと思いましたけどね。やっぱコツだからやっぱりもしかしたら長く、はい、さっき1個目の方が長かったやろ、はいはい、音があれの方が出やすいんじゃない、行きやすいんじゃない、そういう調節も可能なんですか。できるだけやってみれば。さっきのは単発でしょ、どっちかっていうと、はい、ドン、はいはいはい、あじゃあうーって叫び声の方がいいんだいけるんすか、そんなこと行くしかないでしょ、だってそれは瞬間見せたいよね。110が今届くかなと思うんですね、うん、よし、ちょ調子いい時にちょっとマジでフルパワーでいくわ。はい、101デシベル。今のも切れちゃったもんね。そうですね、ちょっともうちょっと長く、あれが今2発出たでしょ、はいはい、あれが繋がってるようなことがあったら、はい、107あたり出せたんじゃないかな分かんないけど、分かんないけど、はい、惜しいですね。いやでももう100以上はコンサートで出るようないける気がするよね。そうですね、これよりもう1個先に行くって何なんだろう。これはもう精神論じゃない出すんだって強い気持ちなんじゃない一回ちょっと弱めでやってみてもいい、はいはいはい、一回弱めでどんなもんなのか。もう今いいよ、弱めで。97です。長いからか。なんかそういうことなんですか。確かに音だけで言ったらもっと低そうですよね。だから測定器がずっと感じ続けた方がやっぱ行くんだ。そういうことなんですか、ね、うん。だから大きいだけじゃなくて、はい、長さ、長さが重要になってくるんや。そっか、その精度のいいね、本当に記録で使うようなやつだったらもしかしたらそれでいいかもわかんないけど、あ、今は今だと多分伸びやかな方がいい伸びやかな方なら伸びやかでいくわ。じゃあちょっと、うん、ラストチャレンジかこれ。体調的にももうこれ最後よし、オッケー、いきます。107出ました。どうなのコツすごいですね、使いましたねこれどう、いけるんじゃない、マジで。いけますね。出ました。いやもう、だからそのギネス記録保持者と横一線には並んでるよ、はい、今、まあこれがあと何人いるかわかんないですけどね、世界にこのレベルが。そうか、はい、もう塗り替え続けてる可能性もあるもんね。ありますね。だからいつしかのギネス記録ではあっただろうね、これは。ああなるほど、8年前ぐらいの刻めるんじゃないこれ、なお。いや、行きましたね。ちょっとこれ、いや、行こう。行きましょう。これちょっと、皆さん、これ狙います。ギネス記録。ちょっと、行きましょう。これで、ギネス記録ホルダーに名を継がれて、小口市川。みたいですね。行きます。ちょっと出てください。今回は、これで。さようなら。